それでは改めまして 86BRZ チャンピオン久保凛太郎です。今回のゲームタイトルに1980という名前がついているんですけれども、何なの1980って。はい、1980とは、うん、80年代から90年代がメインのステージとなる今回ゲームになっています。俺らそうですね、ドンピシャの世代ですよ。お前いないじゃん、はい、僕ちょっとまだ生まれてないぐらいです。世の中にいないわそうですよ、だってあれ何と同い年だっけ。僕は S13 後期、14前期の初期型と同い年。僕はなるほどね、はい、あ、そういうことか、はい、そういうことみたいですよ。その頃ってやっぱりそうスポーツカーがすごく流行っていたというか、一番の大きなブームだったと思うんですよ。80年代すごかったよね。すごいいい車いっぱい出てましたよ ね、はい、どこのメーカーにもあったよ。だから、はい、スポーツカーだらけだったよ、もう世の中がって。そうなんか今のこの僕らの世代はちょっとスポーツカーってやっぱりちょっとこう高いなみたいなイメージがあるんですけど、その当時はどうだったの。だってちょっと無理すれば買えたよね、うん、手が届く範囲ではありましたよね。だって俺らが乗ってるさ、うん、あの86の GTV なんて、はい、新車で150万だよ。そうですよ、だから軽自動車が48万円とかで買えた時代ですだから夜昼働けば買えたんだよ、うん、買えましたね。それは86だけじゃなくてもう各メーカーにそういう車があって、だって KP61 だって新車で50万だって、うん、はい、それぐらいですよね。シビックとかもそんなに高くはない。そうそう、俺だから KP61 で50万で買ってレースやってたもん。ああそうなんですか。だからそういう時でもいろんなメーカーにいろんな車があったよね。ありました。で、あのメーカーごとのファンもはっきりいて、で僕は VTEC がいいとか、うん、僕は 4AG がいいみたいな、そういう人たちがいっぱいいましたね。あと旧車好きだと三菱のギャラン GTO とかさ、はい、もうそのいろんなやつ117クーペも乗ってるやつもいたしさ、はいはいはい、GLDZ もいたし、スカイライン、鉄仮面もいたし。鉄仮面懐かしいっすね、うん、だから80年代90年代って走り屋がうじゃうじゃいた。やっぱりそういう走り屋の人たちが目指すところっていうのはやっぱりレースの世界にもそのままつながっていくような感じだった。その時は峠のチャンス。俺らからするとさ、その別物の世界だよね、走り屋とレース屋って、はい、もう相交わらない水と油みたいな、はい、レース屋からするとなんで峠の走り屋だろっていうバカにするし、うんうんうん、峠の走り屋からすると、ね、甘っちょろいとこぬるぬる走ってんじゃねえよっていうのがあってありましたね。なんかそういう流れもあったような気がしますね。土屋さんはでもその中行かれた。俺はどっちも走ってたもんじゃあ俺はレースで勝ちたかったから走り屋やってたの。レースで勝ちたかったから走り屋やってたの。それはじゃあ先にレースで勝つための目標があって、走り屋で腕を磨いてからそこに行くって感じです。だから走り屋ってまずは俺は毛嫌いしてたの。あんな危ないことはやっちゃいけない、うんうんうん、レースやってたら勝てないから勝つためにはやっぱりあいつらと一緒に相交わって峠で腕を磨こう。なるほどなるほど。じゃあ凛太郎これから峠にちょっともう僕の時代は時代が時代じゃなくなっちゃったというか今の時代ダメでしょ。 Twitter とか Facebook とかいろんなのがあってもうすぐ作られちゃうじゃん、だからやっぱゲームの世界で楽しむね、そういう意味で言うと、あの土屋さんとか僕とかみたいな世代は懐かしさを求めて峠のゲームをやったりとか、うん、そうで逆にそれを知らない人はその時代ってどんなんだったんだろうって言って飛び込んで来てくれれば、はい、タイムスリップ。タイムスリップ1980年代にタイムスリップするゲーム。いや素敵ですよ、ね、いい車がいい車が峠走れるいい車がそう楽しい車いっぱい、もう新車がいっぱいあるぞこのゲームは、うん、楽しみですね。ね、楽しみです。